タップルはサイバーエージェントグループの株式会社タップルが運営するスマートフォン向け恋活婚活オンラインデーティングアプリケーションである。2014年5月にサービス開始。スマートフォンアプリは2014年5月に iOS 版、2014年7月に Android 版が配信されている。コンセプトは趣味でつながる恋活サービスで自分の興味関心に近い感性を持つ異性と接点を持てるのが特徴。画面上に表示される異性にいいかもという手段で好意を示すことができ、相互に関心を抱いた会員同士でのマッチングが可能。その後、メッセージのやり取りを行える。2018年10月時点の現会員数は400万人を突破しており、マッチング数は延べ1億2000万組。会員は20歳から24歳の若い世代が多く、婚活ではなく、恋活目的で利用されている傾向にある。会員登録には年齢制限があり、18歳未満は利用禁止。また18歳であっても、高校生は利用することができない。かつての正式名称はタップル誕生だったが、単にタップルと呼称されることが多く、2020年11月より正式にサービス名をタップルに改めた。メッセージ機能を利用する際は公的な身分証明書の提出による年齢確認が必須である。会員により投稿される画像、テキスト類はすべてカスタマーサポートセンターが確認し、不適切な内容がないかを24時間365日体制で監視している。また、会員自身による違反会員の通報システムも完備され、不適切な投稿や不審な言動の取り締まりが常時行われている。スタンディングバー、スイッチ、バーとコラボレーションし展開していた飲食店。2019年6月時点で、恵比寿店と銀座店があった。店内では、初対面の来場者同士が交流するほか、タップルでマッチングした会員の初デートの場としても、提供されている。現在はコラボレーションが終了している。ありがとうございます。